ード2019、ついに今年もね来ちゃいましたね。年末の醍醐味、風雲寺、風物詩、風物詩、風雲寺、風物詩。今年僕が行ったお店の中からですね、部門ごとにまあいろいろちょっとお店を表彰してみようみたいなコーナーでございます。去年ご覧いただいた方はちょっとご存知かと思うんですけども、まあ美味しいは美味しいで全部美味しいんで、まあ大前提で、そう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 、うん、特に気になってですね、印象に残った、好きだったと、まあでも全部好きなんだけどね、そこはちょっとあの汲み取っていただいてね、もうそんな保険かけんならやんないや、ということで、でもちょっとねわちゃくさやっててもあれなんで、わちゃくさ、最初の部門はですね、スープ部門です。スープ部門ですね、スープの醤油がより際立つ、乳化の具合が特徴的とか、全部簡易しちゃったよみたいな、うん、そういった特徴的な、スープの、お店をちょっとノミネートさせていただいておりまして、はい、スープ部門にですねノミネートさせていただいたのが5店舗あります。まずラーメン大高山さん、ラーメンいつきさん、ハイパーファットンさん、まさやさんに、たりき屋さんという5店舗でございます。うん、予想してください皆さん、どこだと思いますか。2019スープ部門賞はラーメンいつきさんでーす。よっとー、池袋にあるお店、うん、金目町ですね。もう醤油のもうなんて言うんでしょうね、深さというか、もう深さ、一口飲んだだけでもう目が丸くなる、すごいんですよ。とにかく醤油の強さが、ちょっとね僕ね非常に迷った店舗がもう一個あって、実はハイパーファットンさんなんですよね、はいはい、こちらもとんでもないしょっぱさ、うん、鋭さで言ったらもうベロに槍突き立てたんじゃないかぐらいのすごいな、それはやっぱ両方とも醤油の強さに、強さがある、ね、まあ一応その他、大高山さんはとろみのある醤油、うん、まあ多分九州の醤油なんじゃないかなっていう、うん、それからまさやさんはあのトッピングなしで麺とスープであの勝負してるワンコインのお店、うん、ああありましたね、蒲田の、そう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 、で最後のたりき屋さんがあの一番バランスがよくスープがうまい、うまい非乳化系のお店ということで、はい、その中でラーメンいつきさんはですね、あの無料トッピングでバターが選べるんですよ、うん、そのバター醤油でめちゃくちゃもうやられましたということなんです僕は。ということでね、いつきさんまずはスープ部門ということでおめでとうございます。酔ってるからめちゃめちゃ面白いですね。あれ俺は寝起きだからか怖いっすじゃあ続いていきましょうか、はい、去年なかった部門です、うん、あ、そうなの、麺部門なかったんだ。麺部門なかった、麺部門ねなかったんだ、なかったんです。何があったの。麺部門はですね、麺の太さ、硬さ、スープ、辛み具合、麺のうまさそのものなどなどありまして、うん、固めのお店とデロめのお店で2店舗選んでおります。固めの麺部門賞はレイヤードファイトさんです。よし、そしてデロ部門、ラーメン二郎京急川崎店、やっちゃったねこれね。レイヤードファイトさんは今年できたお店なんです霞系でバキバキのあの太い、あ、最近ですよね、最近の、はい、お店、硬さともうナンバーワンでしたね。で、デロといえばですね、うん、この京急川崎店、確かにでしょ、うん、僕もよく行きますけど、めちゃめちゃ大好きな店、教えてくれた感じ、デロのうまさを。なるほどね、今年ネイヤードファイトさんと、ラーメン二郎京急川崎店で、ございました。おめでとう。続いてはですね、ニンニク部門ニンニク部門はですね、マシマシにした時のニンニク量ですとか、うん、ニンニクの辛さで選んでおります。なるほど、もう2店舗に絞っておりまして、うん、ノミネートしたのは千駄ヶ谷さんと青色さん、うん、なんですが、うん、ここでちょっとね、うん、お気をつけいただきたい、なんと千駄ヶ谷さん、うん、まだアップしてません。青色さん、うん、閉店してます、うん、なんですけども、うん、選びます、選びました、ニンニク部門賞はガツ盛りラーメン青色さんです。最強のお店として、
青色さんを紹介したかったんですけど、うん、まあ、まさかの閉店ということで、そうですね、もう食べてる間にね泣いちゃうのよ本当に泣いちゃうぐらい辛いのマジで量じゃなくてニンニクの辛さで食べるの遅くなっちゃうっていうぐらい、もう辛さなのよ、うん、あ、もう受賞させたかったんだけど閉店してしまったので、うん、まだあるお店として千駄ヶ谷さんを現役の1位とかね、現役1位だから千駄ヶ谷さんなるほど、こちらはまだアップしてないんでどんなお店なのかこれ乞うご期待ということで必ず、これいろいろありますからね千駄ヶ谷さんといえば、はい、以上がニンニク部門2019です。ということでね続いてはですね、豚部門です。豚部門なんですけども、こちらはですね、麺の厚み、違う、豚の厚み、豚、柔らかさ、そして豚を食ってるなというね、うん、この感覚に浸れる豚を、まあ、表彰するという部門でございまして、4つ選んでおります。はい、マゼロー小岩店さん、ラーメンジライヤさん、ラーメンスクエアさん、自家製麺ナンバーイレブンさんの4店舗に絞らせます。と、豚部門2019、大賞は、マゼロー小岩店さんです。マゼローさんも今年できたお店なんですけど、2回撮影させていただいてて、それぐらいもう豚のうまさが秀でているというか、タレが甘辛の濃さでいったらもうナンバーワンなのよ。もうそれぐらいマジでうまいです本当に。惜しくも大賞じゃなかったこの3店舗なんですけど、地雷屋さんこの前お持ち帰りしたあの最強のドデカブのお店、はい、そう優勝でも良かったんですけどスペシャルメニューなんであれは、あ、そう、そこがちょっと引っかかっちゃってですね、確かにすごかったけどやっぱりレギュラーとしてあるというか、それからあのラーメンスクエアさんね、これあの藤丸インスパイアをされてる、うん、藤丸よりもふわっふわのでかい豚をこう輪切りにしてもタイヤみたいに入れてくれてる、うん、お店、そして自家製麺ナンバーイレブンさんといえばあの西新井の藤丸さんのマサさんが出した言わずもがなということでうまかったんですけども、まだ1回しか行ってないんで、ね、ちょっとやっぱり2回行ってたらちょっともう大丈夫だったかもしれない。いや、あなた次第、まあ、でもまあそうか、全部あなた次第だもんな。まあじゃあどんどん行きましょうか。これ寿司握んな。油部門、油部門も去年ありませんでした。油部門といえばですね、あ、味付けの加減、量、うん、油そのもののうまさなど、あ、5店舗ね、ちょっとランクインさせていただきましたけども、うん、ラーメンマシモリヤローさん、成形前ラーメンさん、ラウメンサブローさん、ラーメンジラフさん、ラーメンジゴローさんの5店舗でちょっと、うん、油部門2019、受賞店舗は、ラーメンマシモリヤローさんです。あの京都のお店ですよ。あの口に入れる前から、うん、もう濃さが鼻で伝わってくるという、うん、宇治市なんだけど、うん、お茶まで油になっちゃうんじゃないかぐらいの、多分1位ですよ。それそうですよ。だったら1位だよね。でね、実は迷ったんですよ大将、はい、どこで迷ったかというと成形前ラーメンさんです。成形前ラーメンさんはもうだ元ラーメン二郎吉祥寺店さんの跡地にできた、うん、その意思を引き継ぐ、うん、お店なんですけども、あえて僕が選ばなくてももう皆さんご存知ということで、その差でちょっと、はい、そしてラウメン三郎さんといえばですね、液体油最強店舗として今年1個すくったら全部油なの、もう甘くてうまい、マジでちゃんとうまい、ね、ちゃんとうまいの、それをもう、ラーメンジラクさんはね、うん、もう栃木の牛ということで、ね、まあ栃木行った回数は少ないんだけども一番印象にやっぱり残ったのジラクさんの、そしてジゴロウさんも迷ったんですよね、非常に迷ってるね、あのはんぺんみたいなお布団油がドカンって乗ったんですよ、 あれか、はい、あったね、めちゃくちゃ迷ったもん、だから他も同率全部2位ということで、ということで京都のマシモリ野郎さんが油部門2019受賞でございました。やったー、続いていきましょう。あ、来ましたよ、このテレビの御曹司じゃなくてなんだっけ、このテレビの御曹司、御曹司じゃなくて後でテロップで出します。これ何を言いたいのか全然分かんない、年末だ、風物詩、風物詩一番最初言ったじゃん、マシマシ部門です。マシマシ部門というのはもうそのまんまマシマシにした時の、出す量が尋常じゃないお店ということで、はい、3店舗、豚の穴さん、鷹の目独協大学前本店さん、魔人ブーさんという3店舗で、この中で、マシマシ部門あ2019、大賞は鷹さん前半鷹さんだったらちょっと
マジンブーさんです。もうやばかったっすよ。多分限界値だと思う、野菜の量が、あと油の量も。ほうほう、それを出していただいてギリギリ完食できたという、もう文句なしの僕はちょっと優勝だったかなと。マシマシ度合いとしてはですね。その他もう一つ埼玉の鷹の目独協大工前本店さん、こちらに冷やしを食べに行ったんですよね。なるほど、冷やしをとんでもないパワーをいただいたということなんですが、やっぱり夏限定ということでちょっとね、弱くなっちゃったかなという期間限定、期間厳しいですかね。ダメなんですよ。迷ったのが豚の穴、千葉県いすみ市にあるお店、まあ、豚の量がこう張り付くように輪切りで乗せてくれて、もうバームクーヘンみたいな、どっちなんだろうと思ったら豚でしたけども、まあ、バウムクーヘンの可能性もあった。あったんですよ、あったあったあった。豚の穴で食うまではバウムの穴の可能性もあったんです。本当にマジっすか。はい、本当にすごかったんですけど、ちょっとね遠いんすよね。ね、おお、マシマシ部門でちょっとね楽天流遠い。はい、さっき別の部門で京都のところランクインした。いや本当だ。どういうこと。今回はマジンブーさんということでございました。続いていきましょうか。ニューエイジ部門。これまでの二郎系の概念にとらわれない新しい波を起こす二郎系。去年で言ったら屋台でね。あったね。そう、屋台っつってもあの車だけど、車に鍋乗せて販売してるっていう、はい、屋台やったんですね。そう急に原監督やったのかも。違う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 。今年は4店舗、麺屋トリガさん、ドカ盛りマッチョ三宮店さん、でラーメン401さん、ヒョウリ高田のババ店さんということで、ヒョウリで、僕が選んだこの中のニューエイジ部門は、いや、まるまるもりもり、ドカ盛りマッチョ三宮店さんです。いやー、やられましたね、本当に。これね、ごめんなさい、でもマッチョさんは老舗の店舗なんですよ、結構、はい、何年も前からあるお店でして、僕は行ったことありますからね。あ、マジで。あれ大学の時。あ、そうなんだ。で、そこで見つけたのがですよ、うん、徳島風、徳島ラーメン、徳島ラーメン風、めちゃくちゃ甘いスープなんですよ。富士丸どころじゃない甘さと3割ぐらいの醤油の味がするっていう組み合わせが、もう新しいって思って、お店でもね、やっぱり手出しにくいと思うんだよね、徳島風にするっていうのは多分。まあ確かにあんまり聞かないですもんね。そうだ、これをきっかけにぜひ選んでほしいという。今回距離は関係なかったんですね。ああ、確かに関係ないですね。神戸でしょ、また神戸ですよ。いやいや、神戸、千葉がだって除外されるんだから、それで。いやいや、あの空港から三宮駅ってすぐなんですよ。まあまあ、で、駅もすぐだし、いすみ市はちょっとすごいすごいルートだから。麺屋トリガさん、パスタの二郎系を出している。ああ、麺のパスタなんですよ。新しいね。新しい、もう本当に新しい。錦糸町です。錦糸町です、はい、ラーメン401さん、二郎系なんですけど、油を増したりだとか、ニンニクを増し増しとか、そういうことができない。え、貝の出汁でスープを作っている繊細な二郎系を、で、日曜日しかやってないんです。あそこか。あそこか。あそこです。いやいや、わかんないんだよ。そして最後が問題のヒョウリ高田のバブ店さんですね。動画上げた時にですね、私は表裏というふうにずっと呼んでいた、あの唐揚げを乗せてくれるんですね。で、茄子とかも入ってて、もうシンプルにニューエイジだなと思うお店なんですけど、距離が遠かった。強か、いや、近い、すごい高田のババ。ということで、ニューエイジ部門はドカ盛りマッチョ三宮店でした。あと2部門ということで、続いてはですね、新人賞です。新人賞はですね、2019年オープンした、お店で、さらに僕が行ったお店の中からですね、そうですね、うまかった、これはもううまかったにしましょう、はい、うまかった、これはうまかったぞっていう店を結構選んでおりまして、僕が今年行ったニューオープンのお店はなんと19店舗です。ちなみに今12月21日ですけども、全部で行った、店舗はですね、この時点で104件ということで、おや、今年最強だったお店、新人賞は、ラーメン二郎前橋中華頂点さんです。いや、ラーメン二郎さんといえば、まあ、越谷店さんもオープンしてるんですけども、はい、時間かけて前橋に行ったんで、その思い出的にもうすごい強かったし、もちろん美味しいしね、はいはい、美味しい上に、何の出汁を使ってんだろうっていう、あ、なんか言ってましたね、フルーティーな感じみたいな。そう、でもね、フルーティーだけじゃ片付けられない、
あえてその言葉を出すしかないっていう感じの、もう一回言ってみたいになっちゃう、どうしても。なるほどね。片付けられないっていう。その他にもね、茨城にあったあの徳龍さんっていうあの藤丸インスパイア、こちらも藤丸インスパイアさんで、ラーメン二郎目黒店の助手さんがオープンした下北沢のゲン、エビス豚麺さんもすごい美味しかったな。エビスで買った豚麺のことじゃないですか。違います、エビスにないんですよ、早稲田なんです。ごめんなさいね、変なボケしちゃってすぐ流されちゃいましたけどじゃあまあちょっといきますか。じゃあはい、いや飯です。続いて違うラスト総合優勝、総合優勝といえばですね、今年このお店、うん、もう一回絶対行きたいっていうのを一番に常に君臨して、こっから揺るがなかったお店ですね。じゃあ発表させていただきます。2019年で最もすごかったぞっていう総合優勝は、まだいける、まだいけるよ。リンク、まだいけるよ。ラーメン池田屋水田店さんでした。来ました、池田屋、大阪のお店です、うん、池田屋さんね、油の海、うん、ひっくり返すためにも、うん、豚のマグマをもう、うん、かき混ぜてるんじゃないかぐらいのね、うん、見た目、まあ、ここにボンと出てますけども、こんな感じなんですよ。え、こんな感じなんですよ。あ、そういうの、これ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 、いや隠れちゃってるけどね。だって各部門上位に行ってもおかしくないから。いやそうそう、だから円グラフにしたらもう本当にわーって全部マックスになるから、まあまあ、というわけで、2019年マシマシアワードはラーメンスイラーメン池田屋スイタ店さんということでございました。ありがとうございました。フラメンゴダンサーからなんでだろう、やめてください最後腹噛んでおくんThank you.